こんにちは、ラット好きです。はい、やっとなんとかね上陸しました。一安心ですね。はい、で今なんでこんな風に隔離してるかっていうと、これからね本当に綺麗なカエルさんにね顔立ちもなるまではここで絶食させなきゃいけないのでね、お腹空いてきた時にお互いを噛み合ったりしないように隔離してます。ちゃんとね顔のね骨格がしっかりできていないうちに餌とか食べちゃうと顔がね歪んじゃうらしいので、気をつけたいなと思いますね。お互いの手足とかね噛み合っちゃったりとかしたら困っちゃうしね。まだ生えたばっかりの手だから柔らかいからね、ちぎれたら怖いね。同じねアプリコットでもやっぱ薄い子と濃い子がいるね。でも綺麗なオレンジ色になって嬉しいです、みんなね。まれに緑が入った子が出てくるかもしれないって言われたんですけど、とりあえずね緑色が入った子がいなかったのでちょっと一安心かなね。緑が入っちゃう個体らしいですね、この子たち。はい、それではそろそろこの辺で今日の動画を終了にしたいと思います。最後まで見ていただきありがとうございました。またぜひよろしくお願いいたします。ラット好きでした。